皆さんこんこにちは、シュークです。以前ですね、バレッタのおすすめ観光スポット8000という動画を公開したんですけれども今回はですね、同じくマルタのおすすめの観光スポットで別の街バージョンをやっていきたいと思います現在マルタの首都はです、ね、以前紹介したバレッタなんですけれどもバレッタの前に首都だった今回はイムリーナという街を紹介したいと思います ここはですね、ヨーロッパ各国からですね、多くの観光客が訪れるところですね、マルタの中では有名な観光スポットになっていますので、どういうところを見て回るといいのかというところですね、簡単にまとめてみましたので、ぜひ最後までご覧ください。ぜひ動画を気に入っていただいた方は、チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。それでは早速やっていきましょう。Go! はい、ということで早速、イムディーナの街を歩いていきましょう。 ここですね、バスターミナルがあるんですけれども、m d i ーナに来るときは大体このね、m d i ーナの正面のですね、このバスターミナルと降りることになります。バレッタとかセントジュリアンからもアクセスすることができますので、非常にですね、気軽にね、観光することができる場所になっています。はい、そしてバスターミナルの目の前に出てくるのが、こちらのメインゲートと呼ばれる通りになります。1724年に建設されたですね、m d i ーナに通ずるメインのゲートになっています。 まあ、イムディーナに通じるゲートは全部の3つあるんですけれども、まあ、その中でもね、比較が目立つ門がこのメインゲートと呼ばれるものです。1724年ですね、当時の騎士団長のマノエル・ド・ビレーナによって建設されたものになっております。その1724年以前はですね、イムディーナに入るには跳ね橋が利用されていたんですけれども、現在はその跳ね橋はですね、この門の右側の壁に埋め込まれているそうです。このね、本当に中世の時代を観察するですね、この石造りのね、 この門をくぐっていくといよいよイムディーナの旧市街に入っていきます。街に入ってきてすぐ右側に見えてくるのがイムディナ観光案内所になりますね。この門の中ですね。観光案内所とは思えないような佇まいがですね、非常にイムディーナらしいなという気はしますね。で、そして入ってすぐ左側にイムディーナでお勧すすめしたいですね、お土産屋さんがあります。この左側の青い扉のところになりますけれども、イムディーナグラスというお店になります。 えー、イムディーナのお土産にぴったりなのがですね、この工房で作られたガラス細工になります。鮮やかな色合いだったりとか、様々なデザインのガラス細工はですね、食器やグラスはもちろん、ピアスやネックレスなどの小物までですね、豊富な品揃えが用意されております。ですので、ここで買ってね、日本で何か使うような食器とかでもいいですし、あと普通にこういうクリスマスの飾りとかにもね、このイムディーナグラス非常におすすめだなという気がしました。 グラスもありますし、食器もありますし、花瓶もありますし、本当に多くのね、品揃えがありますので、えぜひですね、まあ、あの、周りの不定のお土産もそうですしえ、自分のね、この旅の思い出に、この MD なグラスを買っていくのもすごくいいんじゃないのかなと思います。店内もすごく広くてですね、本当に多くの、そして多くの色合いのですね、ガラス細工が飾られております。まあ、なのでね、きっと、あの、皆さんの好みに合うような、 あのカラーだったりとかデザインのねこのグラスと出会えるんじゃないのかなというふうに思いますし見てるだけでも非常に綺麗で楽しかったですね価格もですねそこまで高いような価格ではなかったのであの本当にこのお土産としてはぴったりなんじゃないのかなと思いますああいうふうに中に電池を入れればですねこうランタンのような形でも使えるというね非常におしゃれなね使い方もできますよねこちらのお店は2階もあってですね2階にも多くのね品が飾られております こちらガラスで作られた絵のようなアートになりますけれども、こちら下の側は時計ですね。非常に様々なデザインがあってですね、こちらも本当にマルタのね、風景をですね、こう思い出させてくれるようなガラス細工になっています。ぜひ気に入った品があったらですね、買っていってほしいな、なんていうふうに思ってますのでね、ぜひチェックしてみてください。はい、そしてエムリーナグラスを出てくると、いよいよエムリーナの街中に入っていきます。 イムディーナはですね、東京ドーム2個分ぐらいの大きさなので、そこまで大きな街ではありません。なのでね、本当にこう、もう1時間ぐらいあれば、街のすべての路地をね、歩いて回ることができるんじゃないかっていうぐらいコンパクトな街になってますので、えぜひですね、様々な路地裏とか歩いてみてほしいなと思います。道自体もですね、非常に少な、あのね、この細い道が、 たくさんね、あるんですけれども、本当にね、なんかあの、別世界というか、本当に中世のヨーロッパにタイムスリップしたような感覚が味わえます。本当にね、今ね、この車とかも通ってたりとかするんですけれども、車も1台分ぐらいしか通れないね、本当にこう、すれ違うことができないような、そのぐらいの道幅なのでね、なんかこう、本当、バレッタともまた少し違いますし、他のヨーロッパの都市ともね、ちょっと違う雰囲気があるのが、このイムリーナの特徴かなと思います。 バレッタが建設される前はですね、このイムリーナがマルタの首都としてですね、機能していたそうなんですよね。東京ドーム2個分の街がその一国の首都というね、なかなかこう想像できないような感じですけれども、本当に当時からすればね、このぐらいの規模でも全然首都として機能していたんだろうなという気もします。今も住んでいる人がいるんですけれども、今はマルタの中でこのイムリーナというのは人口が一番少ない街になっています。 かつてね、首都だったあの街がですね、今では人口が一番少ないというですね、こう時代の変化を感じさせてくれるような街になってますね。まあなので、本当に住んでる人が少ない分ですね、街はすごく静かで、このイムディーナはですね、別名で静寂の街とも呼ばれてます。本当にそのくらい静かでですね、観光客がいない時間帯とかに来るともう音全くしません。自分が歩いている音ぐらいしか聞こえないなというのが特徴的な街になっています。 観光客はだいたいですね、午前の10時以降ぐらいになってくると多く集まってきますので、本当に静かな街を歩きたい場合は、午前10時以前にこの m リーナに来るとですね、すごく静かな街を堪能できると思います。人も少ないので、その時間帯とかに来るとね、写真撮ったりとか、そういうこともしやすいんじゃないのかなと思いますので、ぜひね、午前中とかに来るのがおすすめかなと思います。目の前にね、馬車がありますけれども、これは観光客用のタクシーみたいなものですね。 この馬車に乗るとですね、MD ナの中をですね、本当にくまなくですね、えー、観光案内、ガイドしてくれます。もしね、あの、興味ある方はぜひあれも乗ってほしいなと思います。メインゲートの手前に馬車のね、こ乗り場というかね、入り口があるので、そこね、見てみてほしいなと思いますけれども、この正面に見えてきたのがこの聖パウル大聖堂というものになります。4世紀に建築されたマルタ最古の聖堂というふうに言われていますけれども、1693年の大地震で一回全壊してしまって、 現在の聖堂は1702年に再建されたものになっていますただここにねこの聖堂があったのは4世紀からあったということでもう本当にもう1600年以上前からですねここに建っているということでなんか本当に歴史を感じさせますよね新たに再建築されたものも1702年ですのでそこからもう300年以上経ってるというふうに考えるとこのイムディーナーがですねどれだけ歴史がね長い町なのかっていうのが分かりますよね はい。そして、聖パウロルド大聖堂のすぐそばを通ってですね、このイムリーナの街の本当にこの一番奥の方に向かって歩いていっているところですけれども、本当にね、このパッと見た感じだとここがどこなのか、本当迷子になってしまうかのようなね、そういう路地裏が続いていきます。でもなかなかこういう街を歩くこともないので、非常にワクワクした気分になりますよね。 はい。そしてこのままですね、えー、っと、セーパール大聖度の街の路地を進んでいくと、このイムディーナで、まあ、最もおすすめなカフェレストランがあります。こちら、フォンテーラティガーデンというところになりますけれども、イムディーナの本当奥の方にあるカフェバーです。おすすめはテラス席から見渡せるマルタのこのパノラマの風景になります。 午前10時前までに到着しておくと見晴らしのいい席を確保できます。これはもう先着順なので、ぜひ皆さん早い時間帯に来た方がいいです。もしくは早い時間帯に来た人たちが帰るぐらいの時間帯。まあ、9時ぐらいに来た人たちがだいたい2時間ぐらい、まあ、あのブランチをして帰るので、まあ、11時台とかに来ると意外とポツポツ、えー、このね、テラス側の席が空いてたりします。もうここからはですね、マルタ全体を見渡せます。セントジュリアンもスリーマもバレッタもですね、すべて見えます。 そこからね、奥に広がる地中海の海というのですね、この街のコントラストというのが本当に美しいので、ぜひですね、ここでブランチしてみるのがね、おすすめかなと思います。僕もここでイングリッシュブレックファーストを食べました。ただですね、あの、マルタね、どこもそうなんですけれども、屋外でご飯食べると灰がめちゃめちゃいますので、ちょっとね、あの、めちゃめちゃ潔癖な人は難しいかもしれませんけれども、まあ多少ね、お皿とかにあの、灰が止まったりとかするの耐えられるぐらいの人は、ものすごくおすすめなので、ぜひ行ってみてほしいなと思います。 こちらの景色がですね、えっ、ー、と、この、あの、マルタのね、えー、この各都市を見渡した風景になります。もうバレッタもスリマもセントジュリアンも、もう本当その奥の都市とかもね、全部見渡せます。このマルタのカントリーサイドの風景と奥にね、見える市街地と、さらにその奥に見える地中海の海。このコントラスト美しいですね。また晴れてる日に来るとですね、この青空とのね、この街のね、この本当のこの色合いもですね、映えていてすごくいいなという気はします。 で、ここ今歩いてるのがですね、このイムリーナの本当にこの城壁の奥の部分で、先ほどのメインゲートから来るとですね、ちょうど反対側の場所になります。もう時間にして、もしね、あの途中で何も寄らずに歩いてくれば10分かからないぐらいの距離になりますので、非常にコンパクトだと色がわかると思いますけれども、そういう街がイムリーナになっています。 ま、なので、イムリーな観光に一日使うっていうことは多分基本ないのかなという気はしますので、個人的におすすめなのは、やはり朝早い時間帯に来て、人がいない時間帯に歩いて、そして10時前にさっきのね、フォンテラガーデンで、えブランチを食べて、そしてそのまま、え午後の時間帯は別の都市にですね、観光に行くっていうのがいいと思います。先ほど言ったみたいに、バレッタとかまでのね、バスが通ってますし、えマルタの各都市に向かってね、バスが通ってますので、そのバスを使ってですね、次の観光スポットに行くっていうのがすごくいいんじゃないのかなというふうに思います。 イムディーナ見た後にバレッタっていうですね、この本当にあのマルタの旧首都と現在の首都を見比べるみたいな一日を作ってみても面白いかなという気はしますよね。もうイムディーナとバレッタもね、全然雰囲気が違いますし、人の多さとかも違うので、そういうのを見比べてみるっていうのもね、なんかこうマルタの歴史を一日で感じられるっていうところですごくおすすめかなと思います。バレッタの観光スポット紹介動画とか街ルき動画も公開してますので、ぜひ興味のある方は概要欄にリンクを貼っておくので、そちらからチェックしてみてください。 あ、でもね、確かに動画だとそれが一瞬でできちゃいますよね。MD ーナからバレッタ一瞬で見比べられるっていうね、なんか自分で作っていてすごく今いいなぁと思っちゃいましたけれどもね、ぜひそんな感じで見てほしいなと思います。で、この m リーナに関してもですね、街歩き動画別でアップしてますので、歩いてるところ全部ね、街並み見たいよという方はですね、そちらの動画もチェックしてみてください。こういう解説とか特になしでですね、基本的に BGM とともにこの MD ーナの街をご覧いただけます。 ということで今回はマルタの旧首都のイムディーナについて観光スポット紹介動画をお届けしました。イムディーナのここに行っておけば観光できるり、イムディーナのここに行っておくとおすすめだよというスポットを紹介させていただきましたので、ぜひですね、マルタに観光に来る際はこちらの動画を参考にしてみてください。他にもですね、様々な国の観光ハウトゥー動画だったりとか観光スポットの紹介動画、あとは街歩き動画なども公開していますので、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。 ぜひね、コメントの方で、こういう街のこういう動画が見たいとか、リクエストがあれば、ぜひ書いていただければですね、なるべくお答えしていこうと思いますので、ぜひぜひ、リクエストの方もお待ちしております。よろしくお願いします。ということで、本日の動画は以上で終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。